バンギャギャオ必見、この曲は聴いとけ。お、どうも、アカデです。サンプルエンジンさんごきです。はい、というわけでね、まあ、ちょっと新コーナーなんですけども、講座とかでいろいろ僕ら曲を紹介してきたりとかしたんですけども、はいはいはい、まあ、一応ガッティの知ってる曲はなんかこうはしょってるというか、あー、もう、そうそうそう、あらかじめ知ってるから、まあそれってどうなんだろうっていう、うん、まあ言っちゃえば、そう、見てる方からすると、そう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 、うん、代表曲を伝えれてなかったりとかってことがちょっとあるかなと思いましたので、うんうんうん、僕がね、こうポンって1曲出すので、まあ、ちょっとガッティ君の知ってる曲を出すので、うん、まあ、それについてちょっとここはおすすめですよって言っていこうかなっていうふうに思っております。はい、第1回なので、はい、まあ、ちょっとこのアーティストかなって部分なんでございますけども、うん、まあ、講座で紹介できてなかった曲なので、うん、バンギャギャオの方にもし知らないんであればちょっと知ってもらいたいなというビジュアル系の名曲でございます。はい、こちらです。ドン、ビストリップのシンドラーです。あー、いや、そう、名曲ですね、はい、本当に、まあ、まさに僕今 BP チャンネルフェスの T シャツ着てるんですけども、まさにこの会場でも流れてました。はいはいはい、富士山セレクトで。そうですね、これだってガッティ君一番ビジュアル系好きな曲みたいな。うん、そうだね、うん、うん、めちゃくちゃかっこいい。しかもこう、なんていうの、ビジュアル系好きになる前、はいはいはい、こっちにハマってるっていうか。そうっすね、で入り口にもなれるんじゃないかなっていう曲なんですよ、うん、だってそのガッティが一応そのホーロックのみをバーンって聴いてた時代にニュッとこう滑り込んできたビジュアル系の曲っていう部分ですからね、うん、そうですね、本当にこの曲が一番最初とかぐらいに知ってって感じだと思いますね。アルカディアになんか教えてもらって、もうめっちゃかっこいいなっていうふうに思いましたね、うん、シンプル。どこだと思いますか、この曲の魅力っていうのは。いやー、だからなんて言うんですかね、すごい聴きやすい。なるほどね、うん、すごい聴きやすい。いや、かっこいいんだけど、まあビジュアル系の特徴でもあると思うんですけど、やっぱりこの重い強い音っていうか、うん、っていうかの要素は少なくて、なんだけれども、やはりトモさんの声とかかっこいいっていう部分と、なんかその綺麗なのにかっこいいっていうその共存が僕的にはすごく新しくて、やっぱり歌声はかなり強いのかなっていうところですね、うん、トモさんの歌声っていうの、まあ、合ってるしね。そう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 、だから極端にでもぶっちゃけハマったっていうレベルだもんね。そうそうそう、ビストリップっていうのを知らずに、あ、うん、シンドラの人たちみたいな認識で、なるほどね、最初で言葉で言えないっていうのはあれなんだけど、本当に聞いてみりゃ分かるって感じ。そうね僕がビジュアル系知らなくてもすごい聞きやすくてかっこいいなって思うっていう曲でしたね。なるほどね、はい、まあ、僕としてはね、ビストリップで多分ハマった曲としては2曲目なんですが、はいはいはい、オゾンで入ってシンドラでハマったんですよ、うんうんうん、まあ、僕の中での魅力っていうのは、もちろんこうさっき言ったように入りやすい、綺麗なんですけど、あのなんかね、 B メロのとことか結構激しかったりとかするんですよ。多分あそこで結構ヘドバンとかするとこだと思うんですよ、ね、あとデュデデデデデデデってなるとこも重すぎず軽すぎずっていう部分があって、爽やかと激しい音をちゃんと共存させてる曲であるっていう部分と、まあ、僕はやっぱギターソロがちょっと驚愕レベルでした ね、当初見た時に、はい、ユウさんの見た目もあって、うん、ギタリストって見た目してって、これ俺としては当初こう全然知らなく7弦ギターをこう吹き鳴らしてる姿が、はいはいはい、何それみたいな、弦多いなみたいな感じで、なんかすげえ複雑じゃないですか。そうっすね、弾いてるフレーズが細かくて、うん、何これ何これみたいな感じで、ちょっとそので、あとこうちょうどいい長さだったんですね、はい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 、こう長すぎず短すぎずってところで、ちょっとあれはこうびっくりしちゃいましたね。しかも真ん中なんですよ、ちょうど曲の。はい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 。で、そこで締めて、とがらいちょうが羽をちぎり落としで、こうまた戻る、うん、あとはね、朝サビの後に、こう、今まで一回も来なかったメロディーが来て終わるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。雨上がるストラってとこなんですけど、うん、あそこがなんかすごい、うん、いい。確かに。綺麗なんですよ。ラストにこう、さらにいいメロディーが来るっていう、はいはいはい、サビがめっちゃいいメロディーなのはもちろんじゃないですか。うん、で、さらにこう、いいメロディーが、ここまで聞いたことがないメロディーが最後につくっていうのを、すげえいいなみたいな。こうなんか、まあ僕はオゾンが一番好きなんですけど、クオリティとしてはシンドラが一番いいあるんじゃないかなって、ビストリップ曲の中だったの、うん、こう全体の構成と演奏的にも。そうですね。まあこんなところですね、ビストリップシンドラ、うん。そうですね。まあ本当に、まあ多分ビストリップファンからしても、マジで名曲だと思うし、本当にちょっとこの曲クオリティがすごいんで、ぜひ聴いてほしいですね。まあサブスクとかもちろん解禁されてますんで、あとまずね、歌うのむずいから。81点取れたら、うっしあれ、ガッティ君歌ったことありました？いや、ありますよ。何回かは。どうですか？全然よ。もう。全然舐めてかかると死ぬんだよね。だからこう結構トモさんがさらって歌うからさ、うん、あ、これなんだ、あれかみたいな感じで行こうかですから、ね、
そう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 、フルパワーでいかないとっていうね、はい、名曲なんでね、知らない方はちょっとマジで一回聴いてみてください。お願いします。ちょっとリストリップファンからとしてもお願いです。まあちょっと今回は、ね、結構有名な曲セレクトしましたけども、はい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 、まあちょっとガッティ君知らない曲をセレクトしてちょっと今回聴いてもらったりとかっていうのもちょっとしようかなっていい、ね、ちょっと思ってますんで、はいはい、もしこの動画がいいと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでジャスコ、ジャスコ。